トマトは好きですが、プチトマトは嫌いです。マナミズムの山本です。はい、今度ではね、英集編決めるセンター国語の現代文ね、の参考書の紹介をしていこうと思います。はい、まずじゃあ最初に、この参考書を使う対象者ですね。対象者は、まあ、センターなんでね、国公立志望者ですね。はい、センターが必要な、国公立志望者が対象になります。次には、この参考書のカテゴリーですね。これはインプットからアウトプットの参考書になります。はい、まあ、インプットしたものをどう使うかっていう時期ですね。次に、この参考書を使う時期ですね。まあ、これは受験後期になりますね。はい、次この、参考書のレベルですね。レベルは標準から、まあ、やや発展かなとね。まあ、もちろん顧問をね、センターの顧問を解いていくので、まあ、もちろん簡単では、ね、ないですね。まあ、やや発展かなというところです。はい、では次に、この参考書のいいところですね。長所ね、3つ、これもあります。まず、1つ目ですね。1つ目は、解説ですね。解説がものすごく、丁寧で、あとは文章の構造、ね、本文の構造ね、本文の構造っていうのの理解がものすごくしやすくなる説明があるということですね。やっぱりね、いい参考書っていうのは解説がね、しっかりしていたりとか、あと言えない文であれば問題の答えがなぜこれになるのかだけじゃなくて、本文ですね。なぜこの本文が、ここが大事と分かるかとかね、ここがなぜ、大事じゃないと分かるかとかっていうふうな本文の読み方っていうのを解説が、濃い参考書っていうのは基本的にいい参考書です。はい、なので、まあ、これが一つ目のいいところと。次、二つ目ですね。二つ目は説問の、性格、ね、質問性格というのはタイプですね。質問のタイプに沿ったテクニックが、丁寧に、解説されているということですね。やっぱりこう、ね、問題の形式によってね、解き方というのは当然変わってくるんで、まあ、それに沿ってね、きちんと解説してあるというところがいいところの二つ目です。で、三つ目、ね、この参考書の、三つ目、いいところの三つ目が、実際の試験でね、多くの受験生をこう悩ませた、問題たちっていうのが、ね、きちんと詳しい解説とともに収録されていると。で、まあ、リアル感があるというわけですね。こうセンターの問題に近いとか、ね、センター形式とかっていう意味じゃなくて、本当にね、実際に本番で受験生たちが苦しんだ問題、過去問を使ってそこの説明をきちんとしていると。ということは、今後ね、本番でもそのね、同じようなミスっていうのが防げるというわけですね。はい、これがいいところの3つ目です。はい、ではね、使い方ですね。この参考書の使い方、これも5つステップがあります。ね、まず1つ目、まあ、これは、時間を気にせず解くと。ね、まあ、もちろんね、本当に最終的な、本当に最後の最後の詰めの、アウトプットの問題であれば、制限時間はもちろん、気にする必要はあるんですが、インプットからアウトプットの参考書なので、制限時間に関してはまだ気にしなくてもいいです。で、ゆっくりまず合格確定を取れる状態を作っておかないと、早く読めるはずないんじゃない。早く読めても点数が上がるはずないので、まずはゆっくり解いて、まあ、自分が、ね、納得いくまで解いて、合格点が取れるまできちっと、やると。その段階になってから、初めてね、速度制限時間というのを意識して、いけば問題ありません。で、次に2つ目、ね、2つ目が答え合わせをもちろんするんですけども、その時にね、回数読む時間っていうのが、きちっと、ね、取れてるかどうか、これ確認してください。で、本文を読んだのと同じ、もしくはもうそれ以上の時間を割いてもいいです。ね、結構現代文の、ね、復習をおろそかに、ね、する人が多いんで、丸か×かだけでね、ちらっと終わらせちゃう人が多いんですけども、復習かなり大事です。ね、なぜこの参考、なぜこの選択肢が正解で、これが間違いなのか、そういうところの確認ね、復習をしっかりすると。はい、次に3つ目、手順の3つ目ですね、付け方の3つ目ですね、これは問題の答えだけじゃなくて、本文もきちっと、読むと。で、本文の解説ね、文章展開の解説。せっかくね、この参考書、いいところのね、長所のところでも言いましたけども、本文の、ね、解説、ね、それがあるので、そこもきちんと。で、説問の、解説だけではなくて、本文の、解説をきちんと読むようにしてください。はい、で次、4つ目、曖昧な、ね、ところを残さないように、演習が終わったら、ね、やっぱり後日ね、何回も何回も復習していくと、ね、どの動画でも言ってると思うんですけども、やっぱり復習が、ね、大事になってくるので、この問題集もね、アウトプット系の、ね、まあ、問題演習系の参考書ってあまり復習しない子が多いんですけども、ね、きちんと、ね、もちろん毎日はしなくてもいいんですけども、何日かね、1回ね、復習しておくというふうにやってみてください。で、最後、ね、5つ目、もしね、ここ解いていく中で、ね、まあ、解説見ていく中で、あれ
こんなのあったからね、こんなに見方とか知らんなとかっていう風なインプットの漏れ、ね、というのがあれば、でもそこをきちんとね、もう一回確認してみてください。インプットの参考書に戻って、確認していくというわけになります。いいでしょうか。はい、というわけで、この動画はここまでにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。マナビズムの LINE アット公式アカウントができました。 LINE では YouTube では上げられないような今年度のカンカン同率の頭学部の情報などたくさん配信しておりますので、ぜひぜひお友達登録よろしくお願いします。登録方法はアットマナビズムで検索、 MANAVISM です。ちなみにアットから検索しないと出てこないので注意するようにしてください。カンカン同率専門塾マナビズムの期間限定の講習のお知らせはこちらのボタンをクリックしてください。スマートフォンの方は右上の i のボタン、もしくは動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらから飛ぶようにお願いします。どうしてもマナビズムに通えない、そういう子は我々マナビズムの講師陣が出向しているカンカン同率専門在宅予備校カンヨミよりお問い合わせお願いします。スマートフォンの方はこちらも右上の i のボタン、下の動画説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらから飛ぶようにお願いいたします。パソコンの方はこちらのチャンネル登録ボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの方は下のチャンネル登録のボタンを押してチャンネル登録するようにお願いいたします。